麻雀遊戯王。サブゴさん、はい、日も暮れてきまして本日の女流のお宅までやってくることができました、はい、さあ本日はどなたのお宅なんでしょうか。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会所属、はい、武田由紀プロです。武田由紀プロ、あ、すみません、イーピン君はお会いしたことのない方ですね。私も1回だけ大会ゲストに来てくださって、はい、ただ彼女は大会もぜひゲストに呼んでくださいって直接連絡くれて、この麻雀遊戯王の宅訪問も彼女の方から、はい、あ、そうなんですね、はい、言ってきていただけてる。んなんかもうやる気しかない麻雀プロですよ。ありがたい。だとしたら全力であさらせていただこうということですね、はい、じゃあ早速伺いましょ う。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。最高位戦日本プロ麻雀協会の武田由紀です。お願いします。よろしくお願いします。久しぶりです。お久しぶりです。はい、よろしくお願いいたします。もう本当初めましてですね、うん、なんか他団体の子だし緊張するな、はい、そうですね。あのすいません、お邪魔します。あ、失礼いたします。ちゃんと用意されていてありがとうございます。これリビングルーム。そうですね、リビングルーム。キッチン、はい、あの広いよね、はい、広いですね。確かに真ん中がスポンと開いちゃってるんで。確かに、なんかここにテーブルとか普通あるもんね。そうなんです。普通はね、普通は、うん、なんですか、はい、普通じゃないみたいな。まあでもすごい広々と空間を使われてて、はい、そうですね。こっちが寝室。こっちが寝室です。はい、おー、え、すげー、見て超特大コダック。あ、本当だ、はい、コダックだ。何、コダック好きなの。めっちゃ好きです。いや実はね、はい、今日の1軒目が、はい、ポケモンカードを売っている場所だったんで、ね、はい、秋葉原のトレーディングカードのトレカのお店だったんですね。へー、はい、そこでもう、はい、大量にポケモン見てきたの今。そうなんですか。そうなんですよね。でも、はい、私も初代ポケモンマスターだから、はい、結構詳しいんだけど、はい、読みよってこんな雑魚ポケモン好きなの。読みます。さすがリアルカビゴン。一撃だよカビゴンで。これ体当たりでね。可愛いよね。でも可愛いです。え、待って、これいくらすんの、この大きさ。等身大なので、はい、3万ぐらい。わあ、結構しますね、はい、めちゃくちゃ可愛い。ポケモンの中でコダックが好きなの。コダックが一番好きで、はい、確かにあそこにもいる。見て見て見て、そこにもミニたちがいる。本当だ、ミニコダックがたくさん、はい、ハンギョドンもいるけど、ハンギョドンもいます。はい、ハンギョドン好きなの。好きで。ハンギョドンって言った。ハンギョドン、ハンギョドンでしょ。我々はハンギョドンですね。ハンギョドンだよね、はい、西郷ドンの言い方ではなかった。ハンギョドンの方ですね。ハンギョドンっていうの。ハンギョドンって私言ってました。あ、そうなんだ。なるほど。私が出身がこっちじゃなくて、はい、どこなの。関西、滋賀県出身なので、うんうんうん、マックマクド問題みたいな感じでちょっとなまってるかも、うんうん、マクドは。もう10年経っちゃったんでマックになっちゃった。マックになっちゃいました。なるほど。染まっちゃったんだ。いいじゃないですか。エスカレーターだって左側ですよね。左側ですね、うん、ですよね、はい、ここは普段じゃあ生活する主なスペース、はい、これテレビがない。テレビないです。ここは何、ご飯食べるところ。そうですね、ご飯食べたりとかするところで、はい、え、じゃああっちからわざわざご飯作って持ってきて、ここで目の前の洋服を見ながらご飯食べてる。確かにね、目の前の洋服。もうあっちで在宅ワークをしてるので。え、何、普段何してんの。普段は事務仕事を昼間はやってます。え、そうなの。ここに座って。そこに座って。めっちゃかっこいい。私こういうの憧れるんだよね、うんうんうん、やってます。でお昼間はここで時短勤務なので16時ぐらいまではここで仕事をして、うん、その後はあの遅番で除菌の、めっちゃ働いてるじゃん。行きます。あ、マージャン層で働くってこと。あ、そうです。なるほど。リモートワーク自体も出社はされてないということなんですね。ほとんどしてないです。出社何年目。今の会社は、今2年目なんですけど、うん、前は別の会社に勤めてて、ただちょっとマージャンプロの活動とのバランスが悪くなったので、いわゆるあの主婦さんみたいな、子供さんが熱出しても大丈夫だよみたいな働き方と同じ働き方をしてもらってて、なのですいません試合なのでお休みくださいとかも受けもらって。なんかよく喋れるね。よく喋れるね。いいじゃないですかね。よく喋れますね、あなたは。まあ関西人なんで。なんかしっかり自分の考えを。喋れますね、あなた。男性は素人じゃねえな。なんかやってたでしょ。やりました。あら、あ、やってたんですね。やっぱり。やってたんですね。私素人じゃないことに気づいてくれてちょっと嬉しい。嫌な面接官ですね。もともと上京した理由が、うん、麻雀プロになるためだけじゃなくて、うん、芝居をやりたくて上京したんです。女優さんってこと。その時はアニメの声優さんになりたくて来たんですけど、うんうん、はい、まあ、ちょっとそれがダメで、その後お芝居を舞台とかをやってたんですけど、かっこいい。もうコロナでなくなっちゃったんですよ。あ、まあ、よくね、さ、あの頃は聞く話でしたね。なくなって暇になってパソコンつけたら麻雀やってて、うん、止まって落ち着きました。なるほどなるほど。え、じゃあ麻雀プロになって何年目。今が3年。あ、そんなもんなのぐらいです。 M リーグ
くの2年目ぐらいの時に、はい、アベマさんの放送を見て知って、うん、なるほど、なんかもっといるように感じるね。5、6年の感じ、5、6年選手っぽい。そうなんですね、もう片手で収まっちゃうぐらいです。普段はジムは何系なの？求人の広告を取り扱ってる会社で、はい、お会社さんから原稿を作りたいんですけど、うんうんうん、って言われたら、あ、じゃあこのスケジュールでやりますねっていうアポイントのお約束をさせていただき、お電話とかをする感じ。なるほど、すごい。もう今アポイントっていう言葉にしびれましたもんね。いやアポイントです。青いもアポイントしたい。青いにアポイントして誰か待ってっから。はい、アポイントの意味分かってます？なんか打ち合わせみたいなやつでしょ。あ、予約とかですね。ああ、予約しちゃって青いよ。ああ、不倫ってことですか？なんでだよ。どういうことですかそれは。分かんないよ、もういいんだよそれは。横文字弱いんですいません、ね。ここにもポケモンがいっぱいいる、はい、あ、いいですね、いろんなところに。ここでそのままなんかチョコ食べたりドリンク飲めるようにまでなってる。すごいね。ありとあらゆるところをチェックする。ここで生活できるじゃん。あ、これ大平明プロのズム屋さんのポーチ、はい、かわいいよねこれ。マジセンスある。本当だ。なんか優勝してんぞ。優勝してんぞ。優勝ではなく2位なんですけど、はい、やっと入って関西でやった大会で、うん、すごい。去 年、去年なんと。じゃあ今東京にいらっしゃいますけど、関西の大会とかにも出られてるんですか？はい、そうですね、実家帰るのも一緒にできるので帰って、はい、まあ、もちろん店主と交流してその後実家に帰ってって感じしてます。なるほど、一石二鳥な感じですね。はい、ちょっと待ってね、ちょっと今話をしている間に、あれ、ハンギョドンだよ。本当だ、ハンギョドンだ。いや、ちょっと待って。本当だじゃないよ。違ったんですか？こんなのあるの可愛いね。私ハンギョドンが一番好きだから。これもサンリオ遊びに行った時に、いいねいいね。こういうなんか物置みたいな。あ、そうですね、ここは基本的にドライヤーとか、家にいるから電子調理の鍋買ったんですけど、まだちょっと封開けられない。開けてないよ。なるほど。一応多分開けないよこれ。まだ開けてないということは一生開けないだよ。ここが主な一軍の洋服たち。最近よく着る。え、どこで洋服買うの？ゆきちゃんは。私はとりあえず上京した時って、渋谷とか新宿怖かったんで、池袋からスタート、池袋からスタートして、池袋もサンシャイン行けばとりあえず何でも買えるから。結構なんか色がさ、カーキーとかブラックとかそっち系ばっかりじゃない？あ、確かに確かに。そう、派手めの色がそんなないですね。ね、あんまりないです、こっち系が好きなんだね。そうですね、小物とかは派手なもの。そうだよね、だって真っ黄色だもんね。まあまあそうですね、コダックはもう黄色いですから、ね、黄色いです、はい、え、あれ何サイン？スカジャさんの絵ってあれ違う人？スカジャっていうのが役者の時の芸名で、はい、なるほど、はい、へー。今はじゃあご本名ということですか？そうです、今は本名でやってます。すごい、太郎さん、ドッポさん、はいはい、園田さん、はい、村上さん、大悟さん、大悟さん、はい、すごい、なんかすげえサインじゃんこれ。最高戦の皆さんってことですね、最高線の方々の集まってのイベントをされてる時があって、ね、はい、お邪魔させていただいた時にサイン欲しい人って言われて、うん、あ、じゃあ欲しいって言って、まだアマの頃だったんです。あ、アマちゃん何にもらったんだ。あ、これすげえなんか嬉しいよね、こんなトッププロたちのサインだもんね、うん、そうなんですよ。だってドキ男子プロのバレンタイン男だらけの麻雀大会、なそりゃ村上さん、高倉さん、今井慎吾さん、はい、松本さん、高知松本さんですね、はい、最強じゃん。誰だ、英語だからわかんねえな。 J J J だったっけ。ちょっと何だかわかんなかったらわかんないし、もう武田さんがわかんなかったらこんな人は存在しないって話になっちゃいます。はい、これでも J ですよね。 J だよね。もしめちゃくちゃド先輩だったらマジで気まずいんだけど、はい、まあでもおそらく先輩の方なんじゃないですか。あれですかね、ちょっと完璧、はい。でまあまあ先行って浅井さん、はい、浅井さん、あと園田さん、矢島学さんって素晴らしいね、はいはい、すごいですよね。ちょっと一面だけ、ね、もう最強じゃん、最強じゃん王って書いてあるよ。そうですね、最強じゃん王なんて書く人ですから。最強じゃん王で、はい、うちの団体堀さん。でもちょっとこの綴りが違う気がしますよね。うん、なんか堀さんのサインっぽくないよね、うん、中林さん、はい、ジャガ林の J みたいな。ああ、わざわざジャガーの方で。そうそうそう、渋川さん、渋川さん最強じゃん王って書く、書かない気がしますね。誰こんな人いないんじゃないですか。達也。いや出た、鈴木達也。卓上のファンタジスタって書くでしょ。ジャン王を取ったことがある方ってことですよね。ジャン王の J なのかな、これは。分かった、ゆきちゃん。気になってしょうがなくて先進めないんだけど。あ、
キムさんだ、最強ジャワだ、最強位取って。そっか、キムさんでした。出ました、キムさんか。キムさんでした。じゃあ何、 J はやっぱジャン王の J なのかなあ、じゃあテヒョン、テヒョンだから T なんじゃない。 T から K ですかね。 T だよこれ、はい、K だ、 K ですね。これがでかいのが K ですね、はい、なるほどね。そうだ、キムさん最強位とジャン王ダブルで取ったんだ、はい、すいません失礼しました、はい、ごめんね、キムさん失礼いたしました。キムさん結構、はい、文語散歩引用リツイートして宣伝してくれたから、ね、すいません、ほんとすいません、ほんとすいません、ちょっと武田が全て悪いんで、すいません、誰が最強ジャン王なんで。そうですね、はい、サインをもらっていたのにもかかわらず、すいません、すいません、はい、キムさん本当もうミルちゃんを頑張ってください、はい、引き続き応援しております。逆にキムさんのサインだけ絶対忘れなくなった。そうですね。これはもう忘れない。覚えておきます。絶対忘れないです。はい。ということで。はい。これ流れ星さんのサインがあるんだ。なんか分かんないからスルーしちゃった。ごめん。あの漫才師の流れ星さんですよね。はい。昔、そのコロナになる前は、はい、結構あの全国ツアー関東圏はいろいろ見に行ってたので。そうなんですね。ファンクラブ入ってたこともあって。流れ星さんのファンクラブですか。面白いですもんね、流れ星さん、はい。って言ってる間に物色をしてますね。うん。なんか漫画とか、はい、戦術本もある。はい、お、竹書房の本は2個ある、2個、2冊ありました、うん、夢を叶える麻雀ノート、はい、そして大井さんの麻雀実践対局問題集、はい、へ、この中でどれが一番響いた、この戦術本。最初麻雀始めた頃に読んだのは、うん、さっき話題のキムさんの、おここで頑張って格上げしてるよ、ね、最初にこの本に気づけばね、サインもすぐ気づいたと思うんですけども確かに、はい、最初は麻雀始めて、じゃあ麻雀始めた頃はこの本が一番いいと。すごい分かりやすかったです。あ、でも確かに孤立杯として優秀な順序を覚えよう。この中で一番孤立杯でいいやつ、イーピン君分かります？孤立杯ですか、うん、どれを残すのが一番いいかなって、まあ、常日頃からイーピンはずっと孤立してるなって思いますけどね、イーピン君は。じゃあ1はダメってことですか？そうですね。どれがじゃあいいんですか？優秀な順序です、ね、うん、だって一番優秀なのこれ3ですよ。 3, の3が一番優秀ですよ。センチャンパイじゃないですか？ちょっとわかんないですけど、センチャンパイまで行かれるとわかんないです。3と7です。あ、そうなんですね。くっつきとしてとても優秀な。はあ、なるほど。待って、これ答え3だよね。大丈夫だよね。大丈夫ですか？ちょっと待ってよ。待って、ここにサインめっちゃあるやん。本当だ。本当だ。あった。答え合わせ。答え合わせ。ちょっと。こんなことある？武田さん、2回もらってるんだら忘れないでください。そうです。どこに答え書いてあるんだよ。墓地の自敗から捨てること徹底しようって書かれてますね。なるほど、まあ、やっぱ3から7が有効牌。有効牌、うんうん、取っときましょうねってことですね、うんうん、あ、確かにいい、はい、このサインで全部飛んじゃったなんじゃねえかよここにって、まさかね、全く同じサインがあるよ上と。伏線を回収しました、うん、回収しました。びっくりしたよ、さすがに。あ、秘書検定なんて持ってるんですか？秘書検定、はい、ずっと事務仕事してたので、うんうん、なんか取ろうかなと思って。へー、この辺は何ですか？多分役者やってた時の台本とか見たい。台本起きた。どれ？役者文房に火がついたぞ。台本取ってよ、ちょっとなんか一個持ってきてよ、はい、お、すごい。わ、すごい。これはどっちかってフライヤーだったかな。あー、でもいっぱいある。すごいっすね。今までのちゃんとご出演されたフライヤーであるとか台本であるとかをしっかりしまわれてるわけですね。そうですね、もう何でもいいですよ、どんな台本でもできるんで、なんか自分が出てないのとかもあるんです。受付とか制作とかもやってるので。なるほど、なるほど。できればご自身が、うん、出演されてるやつですね。あ、これとかは、はい、多分出た。お、どんな話だったのかな。はい、四神女のおつや、ほんとちっちゃい劇場でやったんですけど、はい、四姉妹の、え、ちょっと待って、これすごいよ。登場人物マジ面白い。はい、登場人物なんでしょう。はい、1人、はい、夫とは別居中、1人、はい、同性愛者、同性愛者1人、はい、突然死んでしまった、はい、1人、ストーカー被害を受けている。とんでもねえ劇だすごいですね、ちょっと複雑な状況ですね、はい、これ面白いじゃん。じゃあこれちょっとやってみよう。じゃあ、はい、葵は、はい、明かりやるから、はい、あなた、アイリーね。まあ、いくよ。はい、あ、でもいっぱい登場人物大丈夫だよ、適当だからこんなの、うん、聞きましょう。おかえり。私も急だったから、そのごめんね。え、とりあえずこの後もう台無しだよ台無しだよ。おい、でどの感じですか？葬儀者が読めなかったんですか？葬儀者、はい、葬儀者か。結構葬儀の話してたじゃないですかちょっと違うところ行こう。すいません、ちょっと、はい、ポンコツなんですよ、うちの女優がね。あのね、うん、ごめん、やっぱり気が動転してるかもしれない姉さん。何
待ってこれさ、はい、なんかよりによって私がめっちゃすごい長いやつで、はい、ゆきちゃんが言うやつって全部一言しかない。ちょっとなんか本気のやつみたいな。本気のやつ、うん、ちょっとやってやってどこでもいいから、ちょっと本気の演技見してよ、なんか一言ワンフレーズでいいから。確かに今のところだと文子さんのぶりっこ芝居しか見れてないので、はい、急に昔の台本引っ張り出されて、はいやってってパワハラにも程がある。あ、いいですね、はい、演技パワハラですよ。困っちゃったよ。そりゃそうですよ、急にやられてって言われたらね、どこでもいいんだけどね、本当に、はい、うちらどんなフレーズ言われてもすげーどうせ素人の我々はそうですね、おはようだけでもいいんだもんね、なんならね。そっちの方が面白かったまであるよね。おはようだけでもいいのに、よりにもよって絵と何しかなかったね、うん、うちらが悪かったね、本当素人のただの注文がど素人の半魚丼が ね、はい、急に無茶を振るからですよ。武田さんが武田さんが探してる間に文子さんが他に行くというね。麻雀遊業、ここはキッチンということで、はい、あ、もういいよいいよ、ゆきちゃん、いいよいいよいいよ、やるやるしよ、ほっといて、はい、すいません、もういろいろ無茶を振って。あれ、これ俺じゃん、嗜好品のウォーターサーバーでウォーターサーバーがあるお家はすごい、ね、使ってます。じゃあ、この間ついに入れたんですよ、我が家にウォーターサーバー、うん、はい、私が1週間1回も使わなかったウォーターサーバー、はい、速攻戻した使わねえだろっつって、うち我が家マジで使わなかった、あったらあったで使わなかった。うちの息子が夜寝る前に一杯水飲むだけだったもったいな、マジで無駄じゃない。確かにちょっともったいないですね。本当に嗜好品なんだよこれって。なるほど、何に使うの。家で仕事してる時に水飲むので。水飲むの。飲みます。やっぱ女って水飲むんだね女が女に何言ってんですかいやなんかやっぱ水を飲むっていう習慣が私あまりなくて、だから全然合わなかったんだと思う。のんこさんって基本的に生き血でしたっけ。生き血、生き血飲み。切ない。冷蔵庫で、あ、はい、すごい、なんかちょっと自炊してそうな感じ、はい、何作ってんの普段。普段はもう寒いのでお鍋とか、なんか白菜はとりあえず入れたらお鍋適当にできるからっていうので入れたり。なるほどなるほど。基本的には自炊してる。そうですね。お酒も飲まれるんですか。お酒も差し入れとかでいただいたりと、あと自分が買ったりとかがこちらもらいます。あ、冷凍食品の山じゃないですか。入ってますね、はい、結構お肉とかお野菜とかは冷凍してるので、うん、なるほど、あ、しっかり物です。あら、しっかりラップにくるんで、さらにジップロッカー、ジップロッカー、そして日付もメモって ね大事ですね。あ、豚バラもこんな綺麗に。あら、これしっかりで自炊してる方のジップロッカーの仕方だわ、うん、ジップロッカー。あ、ネギのこの緑の部分もまとめて、はい、やりおるな、ゆきやりおる、はい、やりおるわ、自炊やりおる。待って、何歳。32です。意外にイカれてる。意外と、意外に。そうですね、うん、25、はい、6だと思った。あ、本当ですか。そうです、あ、嬉しい。ずっと20代だと思って、ね、20代だと思って接してくる、はい、じゃあ結構同世代。同世代です。ね、そうだよね、はい、32なの見えないね。ありがとうございます。高いですね。めんつゆ買ってこないと。そう、めんつゆはね、めんつゆ何でも使えるもんね、肉じゃがにも使えるもんね、はい、だから幼少期のこうしっかりされてる感じがあるんですね、してるしてる。だってこんな、はい、ちゃんと料理してるキッチンだもん。そうですね。でも本当に一人暮らしなんだね。本当に一人暮らし。だって見てこの一人暮らし感そうですね、彼氏のがないもん全く食器の数で分かる一人暮らし感箸とスプーン一本ずつしかここに現れてないんだよ今日お昼ご飯食べた。今日昼ごはん何食べたの。もう時間なかったからレトルトカレー食べてました。かわいいじゃないですか。自分の勝利でね。ここは洗濯機、はい、でここで干せるの。そのままあそこで干してます。え、めちゃくちゃ便利だね。広いよねスペース。奥行きがめっちゃあるもんね、うん、逆に上げてて逆に無駄じゃない。そうなんですよ。確かにここのスペース、そうですね、広いですね。広いんですよ、はい、え、お風呂広くない。お風呂場、はい、余裕ありますね、スパイス。え、広いよね。結構広いです、うん、広いですね。全然もう狭くなくね。え、あ、でもあれだ、温度調節大変なやつだ。そうなんだ。あら、自分でお湯と水の用、いい塩梅にしない。そうなんです、はい、まだいい塩梅がちょっと、はい、未だにわからない。わからない。ここに住んでどれぐらい。夏に引っ越したばっかりで。ああ、そうなんだ。じゃあまだ 3,4 ヶ月ぐらいですね、はい、だから今ならまだ綺麗なお部屋でって思って連絡をさせていただいて。なるほど、ありがとうございます。はい、家賃いくら。ここ家賃が6万円台。安い。安いですね。え、こんな広さで。はい、しかも結構いい場所です。え、そうだよ、はい、そういい場所だよね、はい、アパートの前になんか謎の物体の建物ありましたけどね。あれ、なんだろう、見てないな。ちょっと待って、確認しなかったです。あるんですね。うちら本当に悪口言いながら3人で喋ってるから、ね、そうなんですよ。移動中は悪口、はい、で盛り上がってるから3人、はい、だから到着するのがあっという間なんですよ本当に、はい、
あっという時が過ぎてからクソみたいな会合行われてる、はいはい、だいたい文吾さんです、ね、だいたい文吾さんやめてください、はい、お前だけじゃねえかよってことリアルじゃないですかやめてくださいよマジでそんなことないでしょ自分がさ言うくせにさねだいたい我々の会話は文吾さんのちょっと聞いてよから始まりますじゃあ待って待って待って本当にやめてそれこれ絶対使われるからそんなことないからね、はい、それ最近どうなのっていう、まあ、保証官の振りもあったりもしますけどまあまあまあ大体はねそういう話をしてるとさせていただきたいと思います、はい、なんてやめてほしいよもうこれは電子レンジはい、あ、綺麗にすごい使ってる買い立てじゃないもともと持ってたやつすごいでも掃除してるねこういうところにもないもんほら汚れがこういうところもう絶対チェック入るの知ってたんでさすがです予防さすがですありがとうございますすごいじゃんそうなんですよトイレなくないこのあトイレそこですあトイレあもうあトイレトイレない家すげえ不便ですもんねよかったって待ってここも無駄に奥行きがめっちゃ広いの何このトイレあ本当だ奥行きすごい広いんだけど奥まですごい遠近感がすごいこんなに奥まで広いトイレあるそうなんですすごいっすねちょっとトイレまで遠いですねそうなんですよ、はい、あのちょっと余裕見計らっていかないと、はい、そうですね3歩ぐらい歩くよ、はい、3歩ドア開けたら入ってこうだよねそうですねこれ3歩歩くもんねそうですねてって歩きますびっくりあでもこの洗濯機と同じぐらい距離があるのねそうですねここがすごい奥行き、はい、だから結果ここのスペースが広く感じるわけですね、はいはい、このスペースもっと削って広くしてほしいよねいや本当にこんな広くなっていいよねこんな広くちょっとちょっと前目にドアつけちゃいましたねなんだろうこの広い部屋はって思ったらトイレだったんですねはい、はい、はい、なんか結構あれですね武田さんもさることながらお部屋もユニークな感じがそうなんですね個性がやっぱ出ますね出ますねジュビプロのお宅訪問100人以上経験した我々、はい、100人以上経験しましたっけまあ、まあ50は超えてるかもしれない100人ぐらい行ってるでしょ行ってますかねちょっと確認しましょうか数えてみたいねそうですね経験した我々としては、はい、もうやっぱ家はそのままあなたを映してます変わり種のノーマルポケモンあのいやご連絡はしたんですけどそんな面白いものが出てくる自信がなかったので、うん、何かピックアップするものないですけど大丈夫ですかねっていうのは一応一言添えてたんですけど大丈夫です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 よね大丈夫です、はい、いろんなところが面白くてもう文吾さんの半魚道もすっかり馴染みました忘れてた、はい、ということでこの麻雀遊戯を見てる方はですね多分、はい、おそらく武田ゆきプロ初登場ですよねはいそうですね麻雀遊戯に、はい知らない方も多いと思うので、うん、後半は武田ゆきプロのことを詳しく根掘り葉掘り聞きたいと思いますので、はい、お楽しみに、はい、よろしくお願いします正しいですねわかりますこれが素人の演技ですねえねえほら涙なんか一つも出てないんだから、うん、ほら笑った笑った笑ってた